Guten Morgen. おはようございます。月曜日です。行ってきます。今日も最後の一日にします。洗車しました。綺麗になりました。カレーです。いただきます。ライン川の洪水が猛威を振るってます。さっきテレビのニュースでもやってました。ドッグサイドの木も水の中に埋まってきました。今からこの逆サイドのこの辺に住んでる友達のところに行くので、あっち側からも見てみます。帰ってきました。夜プロテインです。僕はドイツであんまり日本人の友達が多くなくて、ケルンの中でも本当に数少ない日本人の友達なんですけど、彼らが、何人かで 4,5 人かな。で、ここから近いところに住んでまして、彼らも本当にみんな面白い人生経験とか持ってて、あんまり日本にいたら出会えないような人たち。一人は例えばドイツで生まれてドイツ育ちでこっちで育ったやつだったりとか、面白いビジネスとかしてて、すごい刺激になって勉強になって、なんで彼らと過ごす時間は結構好きです。あんまり会わないですけど、言ってもでもたまに気が向いたらあっちに遊びに行って一緒にご飯食べたり、ビジネスの話したりとかして、面白いやつらなんで今度動画に出てもらいたいと思ってます。プロテイン飲んで寝ます。今日も少し就寝が遅いですが寝ます。ごてな、おやすみなさい。ごてまん、おはようございます。朝ランニング行きます。朝ジョギングも3ヶ月間続いたら、続けたら、なんと仲間ができました。ジュン君とコウヤ君です。僕の数少ない日本人の友達です。確かに、見えてるか分からない。まだ今度、明るい時にちゃんと出てもらいます。やってきました。8.7 キロ。今日はさっきも映した通り、ジュン君とコウヤ君、日本人の友達、ジュン君は韓国人やって怒られたけど、と一緒に走りました。やっぱり誰かと走ったらめっちゃ気持ちくて、話してたらいつも長く感じるコースもすぐです。木曜日彼らがまた来てくれることを期待してます。来るかな、わからんけど、また木曜日、明後日行きます。じゃあシャワー浴びてご飯食べて仕事します。
駐車場で、ゴミを集めてる人がいます。この人はおそらく学校からして、雇われてやってるわけではなく個人的にやってるんだと思います。本当に尊敬します。僕もこうならないとダメです。後で僕もゴミを拾いに行きます。リスペクトです。事務作業終わりました。今からショップ回ってきます。余ったカレーをチーズかけて卵を乗せてオーブンで焼きカレーみたいな感じにしました。これが結局一番うまいなっていつも思います。いただきます。プロテインこぼれました。最悪です。はあ、またプロテインこぼしました。もうめっちゃ何回も最近こぼしてばっかりいます。めっちゃ怒られました。今日も気を引き締めてプロテイン飲みます。プロテインこぼすとめっちゃいろんなとこベトベトになるし臭いし最悪。今日も寝ます。おやすみなさい。グッドナイト。